こんにちは、さあやです。今日はリクエストできていたオールプチプラコスメでメイクをしてみました。ぜひ最後まで見てください。まずはじめにベースメイクからしていきます。今回は初めてこのマジョリカのベースメイクを使ってみたんですが、なんか結構素肌っぽい感じの仕上がりで、カバー力を求めるっていう方にはまあ物足りないかなっていう感じの印象なんですけども、でも素肌っぽいナチュラルな仕上がりになるので私は結構気に入りました。ジェルなんですけど、塗るとなんかローションになるということで、すごく軽いつけ心地でした。私はスポンジで伸ばしていくのが好きなので、スポンジを使って伸ばしていきます。でその後にやっぱり私のこの頑固なクマっていうのがなかなか隠れなかったので、コンシーラーをのせていきます。でもこの塗ってるところがちょっと取れてなかったので申し訳ないです。その後フェイスパウダーをのせていきます。そしてハイライトを目の下と T ゾーンと顎先に入れていきます。ベースメイクが終わったら眉毛を描いていきます。付属の細い方の筆で毛の足りない部分を足していくように描いていきます。そして反対側の太い方の筆で眉頭とノズシャドウを入れていきます。そしたら眉マスカラを塗っていきます。そしてアイメイクに移って右下に出てきた画像の一番上のクリームシャドウをアイシャドウベースとして入れていきます。次に一番下のブラウンのシャドウを付属の筆の方で二重幅のところに入れていきます。その次に左側のベージュのカラーを眉下とさっき塗ったブラウンアイシャドウの境目をぼかすように入れていきます。下まぶたに移って先ほどと同じベージュのカラーを涙袋のところに入れていきます。次に一番濃いブラウンを細い方のチップに取って目尻に入れていきます。入れた後に指で軽くぼかしていきます。次にアイラインを引いていきます。延長ラインは目の形に沿って垂れるように引いていきます。その後目をくっきりさせるために目頭にちょんと少しだけラインを描きます。その後まつげをしっかりビューラーで上げていきます。その後マスカラ下地をたっぷり上下ともに塗っていきます。その後マスカラも上下ともにたっぷり塗っていきます。アイメイクが終わったらチークに移っていきます。今回はクリームチークを使いました。指で広げていきます。その後にパウダーチークをふんわりとのせていきます。こうすることでチークの持ちがすごく良くなります。そして先ほどクリームチークで使ったものをリップにも使っていきます。その後にピンク色のグロスを重ねてメイクの完成です。はい、プチプラコスメだけでフルメイクどうだったでしょうか。少しでも参考になれていたら嬉しいです。使ったコスメの詳しい詳細などは概要欄に書いてあるので、ぜひ見てください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。さやでした。バイバーイ。